間の CM の間にこっちのおしゃべり残してあげてくださいね。はい、はい、裏トークを楽しみにしてる人たちいるみたいだと思います。お母さんたちもね、もぞもぞ喋ってないとか言うはずよ。頑張るぞ。あえ、全然頑張ってない。頑張るぞ。あ3人と見せてごらん、このイヤリング。かわいいね。欲しい。猫ちゃん、かわいい。ラブリー。かわいい。緊張してる人。はい、10秒前行くぞ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミキコの部屋、始まるよ。8月29日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットする、この時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて今月のミキコの部屋は、普段この時間の生放送には出演いただけない子どもたち、小学生、中学生、高校生をお招きしております。今日は丸5、夏休み特別企画第5弾、本日が特別企画ファイナルの回になります。さて本日のゲストさんはどんな子どもたちかな。はい、どうぞお入りください。こんにちは。はい、こんにちは。お待ちしておりました。どうぞよろしくお願いします。本日のゲストさんは宜野湾市の小学生、仲良し3人組、城間りるなさん、はい、東野あゆみさん、岸本るなさん、ようこそお越しくださいました。緊張してますか。はい。リラックスしていきましょうね。はい。お父さんお母さんも応援してると思うよ。ニコニコ最後まで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それでは早速ですので、 FM 宜野湾をお聞きの皆さんにそれぞれ自己紹介をお願いできますでしょうか。まずじゃあリルナさんからいきましょう。どうぞマイクに向かって。城間りるなです。はい、4年生です。好きな教科は国語です。はい、今一番頑張ってることは夏休みの勉強です。素晴らしい。夏休みの勉強、もうすぐ夏休み終わっちゃうけど頑張ってください。はい、はい、そしてあゆみさんどうぞ。東野あゆみです。4年生です。好きな教科は図工です。今一番頑張っていることは夏休み、また同じ夏休みの宿題です。はい、そうなんですね。頑張ってますね。はい、そして岸本玲奈です。3年生です。はい、好きな教科は図工です。はい、今頑張っていることは夏休みの宿題です。ああ、みんな夏休みの宿題頑張ってるんだね。そうか。さて皆さんお昼は食べましたか。ご飯。はい、元気。お腹いっぱいになって今度は眠くならないようにね。はい。今日皆さんお招きしたのはね、仲良し、もちろん仲良しなのは分かるんですけども、この3人は学年も違うし、しかも学校も違うんだよね。でもな、仲良しですごいなと思って、いろいろお話聞かせていただけたらなと思っています。よろしくお願いします。さて3人はどこで出会ったんですか。
ルナさんに聞こうかな。覚えてる ?3 人があったのどこだったと思う？はい。どこですか？同じ学童で、うん、よく遊んでました。あ、そうだったんだ。はい。じゃあ、今度はあゆみさんに聞こうかな。3人はいつも遊ぶときって何して遊ぶんですか？TikTok を歌ったり、うん、歌ったり、YouTuber ごっこをしたり、 YouTuber ごっこ、へー、やってるんだ。なるほど。そしてじゃあ今度はリルナさんに聞きましょう。3人は喧嘩することもありますか？ちょっとだけあります。本当？でも必ず仲良くなるんだね。仲良しだから、はい、へー、すごい。今日3人を呼んだのは、実は私ね、この間お誕生会があったということを聞きました。お誕生会でお泊まり会をしたっていうのをね、聞いたんですけれども、合ってますか？はい、はい、誰のお誕生日だったんですか？リルナさんです。ね、リルナさんのお誕生日に2人はリルナさんのお家に行ってお泊まりもしたということで、ね、楽しそうだったなと思って写真をちょっと見せてもらいました。はい。そのお誕生会ってどんなことしたんですか、リルナさん覚えてますか？ハッピーバースデーしたり、うん、みんなで歌を歌ったり、あとは、うん、YouTuber ごっこしたり、うん、した。リカちゃんとかで遊んだりしました。あ、おままごとも一緒にしたんだ。はい。あゆみさん、何か作りましたか？はい、チンスコを作りました。うん、チンスコ、へえ。食べたことはあるけど、私作ったことないんですけれども、どんなでした？難しかった？あゆみさん、うん、難しかったです。どれぐらいかかるの？うん、すぐ作れるの、あれって？うん、10分ぐらい。10分ぐらい、はいはいそうだったんだ。へえ。そしてルナさん、はい、この誕生会でプレゼントとかも渡した？あ、誕生日の前に渡しました。え、何渡したの？スライムを渡しました。へえ、そうなんだ。あゆみさんは？鉛筆と、うん、ノート。へえ、ノート渡して。イヤリング。またそう、それを実はね、今日3人ともおしゃれな、お3人さんはね、みんな3人ともイヤリングをやってるんですよ。ちょっとね、ラジオの方に見えない、見せられないのが残念なんですけど、まあなんておしゃれな3人さんなんだろうと思って、さっきびっくりしました。素敵な可愛い3人組が今日は遊びに来ております。さて、その3人さん、今日、まず1曲目ラジオで流したいと思うんですけれども、何にしようかなって決めてきましたか？はい。よし、じゃあ1曲目、まずルナさんに言ってもらおうか。私たちが大好きな TWICE の Wake It Up です。聞いてみましょう。はい、声さんみたいです。大悟さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、見て、山形からちゃんと聞いてるっていう。バイバイ。今日は小学生の仲良し3人組です。お父さん見てる？みんな手振った。お母さん見てる？声でもいい、声もいっちゃうから。頑張ってるよあみちゃんが見えるかな？見えてるかな？ OK、 見えるように言ってよ。この曲楽しい。でさ、踊ってもいいんだよこれはリュウナ。本当？今ボイス嬉しそうだって、これで曲流れるだけで歌っちゃってよ楽しみだな、3人の将来の夢ゲスト多いな。そうです、今日は夏休み最後なので3人の小学生呼びました。仲良しなんですよ。みんなイヤリング見せて。私もイヤリングやってる。ほら、みんなおしゃれなんですよねこれは何分ぐらいですかね？これは3分半ぐらい。じゃあこれ流しちゃって CM 行きましょう。はい、はい、CM が終わったら今度は一人一人の自己紹介があるから元気よく行くんだよ。いい？昼間のこの天気がいいところはね、ちょっと沖縄を元気だって、元気ですってちょっとみんなに伝えようよ。おつまりさん、ありがとうございます。太陽、ありがとうございますってことで言ってますよ。お天気をね、地の人がさ、教えてっていう時があるわけ。今日の沖縄の天気何これ？ちょっと雨降ってたよね、朝とかね。ね、ちょっと曇っ
今日来てるけど、まあまあ晴れかな今はね。将来の夢はパフュームですかって、楽しみ。私も聞いてないので楽しみです。どんなかな。でも7人でやってるんでしょ。3人じゃなくてもっと増えるんだよね。すごい、もっとたくさん入れる。7人からもっと増えるかもしれないってこと。今やるので楽しいけど、そうか、移すぎたらちょっと大変。総選挙しないといけなくなるね。自己紹介みたいな感じだから。りーちゃんマイクにちょっと聞いてほしいだったら、うん、ちょっとやるか。 OK、 いいんじゃない。アイメンスとかだったらよし、いいかも。緊張だんだん取れてきた。よかった。いいよ、歌っても踊ってもいいのよ。はい、じゃあ今度これは近くに置いときましょう。はい、CM が終わって後半は将来の夢を書くところがあります。待っててください。マジックはありますか、近くに。パフュームが、あ、パフュームじゃない、間違った。トワイスが沖縄来たらどうする。見に行く。追っかける。あ、でも、そうなの。そう、なんか曲のね、あ、なんかビデオ撮りに、プロモーションビデオ撮りに、ひっそり来てか、ひっそり帰るんだよ。やばいじゃん、道ですれ違ったらどうする。トワイスの人かもと思ったらサインくださいって言う。CM 行きます。はい、CM 行きます。ありがとうございます。パフュームってわかる。でもわ、かるか、よかった。パフュームってわからんかった。どうしよう。ドラマとかやってる、ドラマのタラレバの。あ、タラレバもやってたか。エムステもできる。エムステもできた。よかった、よかった。なんかカクカクのダンス、ダンスだよね。そうだよね。3人で今日踊ってももらいたかったな。ん TikTok。 踊ってちょうだいってか。いいよ、いいよ。どうしようかな。じゃあ今度は一人一人名前がありますよ。マイクに向かってちゃんと言ってね。間違ってる、大丈夫、こっちで自分の名前を言っとこう。はい、後半もよろしくお願いします。マイクあげます。お届けしていますみきこの部屋。本日は宜野湾市の小学生仲良し3人組をお招きしております。さあどうぞ自己紹介、もう一度お名前をはっきりと元気よくお願いします。おい、白間りるなです。おい、東野あゆみです。はい、岸本るなです。の3人組です。ありがとうございます。緊張はだんだん取れてきましたか。はい、よかったです。それではその調子でいきましょう。夏休みだけの特別コーナーがございます。みんなで一緒に言いましょうね。はい、夏休み最高。さあ2018年、平成最後の夏休みと言われておりますが、今年の夏休みはどんな感じだったか聞かせてください。今年の夏休みで一番楽しかったことは何ですか、リルナさん。何が楽しかった。3人だけじゃなくて他のみんなと遊ぶのが楽しかったです。うん、学校の時と夏休みとどっちが楽しい。夏休み、夏休み楽しい。はい、あゆみさんは夏休みで一番楽しかったことは何ですか。学童のみんなで、海に行ってきたんだ。へえ、キャンプではなくて、あの海にみんなで遊ぶっていうところか。そうか。はい、じゃあ夏休みで一番楽しかったことは何ですか、ルナさん。同じくあゆみさんと一緒で学童のみんなで海に行ったことです。あ、みんなで泳いだの、泳ぎました。はい、へえ、スイカ割りとかもした。いいえ、しないんですか、スイカ割りは今時。はい、学童の中ではやりますね。あ、中でやるんだ。はい、へえ、そうなんだ。2学期はいつからですか。9月3日。そうだよね、今年1日が土曜日で2日が日曜日だからお得なんだよね。2日間お休みで月曜日3日からのスタートということで、さあじゃあ2学期頑張りたいことを今度はじゃあルナさんから聞きましょう。2学期に頑張りたいことは何ですか。苦手な算数をもっと頑張りたいです。うん、あら、算数苦手なの。はい、へえ。でもね、あの毎日毎日勉強してたら多分ねできるようになると思うから頑張ってね。はい。はい、じゃああゆみさんは2学期頑張りたいことはありますか。ルナさんと同じで、算数を頑張りたい。うん、と算数苦手なんだ。そうか。
でも算数はね、なんか苦手だなと思ってやらなくなればなるほどどんどん苦手になるからさ、ちょっとずつ、そうだよ、頑張ってよ。はい、はい、じゃあリドナさんは2学期頑張りたいことはありますか？図工の絵とかをうまく描けるように頑張りたいです。本当、リドナさん図工上手だよ。もっともっと上手になりたいの。本当。じゃあ絵を描くことと作ることとどっちが好き？作ること。作ることが好き。へえ、なんかね、面白いよね、リルナさんが作るのね、いろいろね、アイディアマンだしね。私も見せてもらったことがあるんですけれども、なるほど、いい考えだと思ってね、いろんな作品を私も見せてもらったことがあります。さあ、それでは私今日また皆さんに色紙を用意しております。じゃあミッキーマウスの形を色紙をね、目の前にも置いてありますけれども、皆さんの将来の夢を教えていただきたいなと思っております。いいですか？はい、うん、ペンを準備していますので書いててください。それを書いてる間にもう一曲曲を流したいと思います。今度は何にしましょうか？リルナさん、ゆみさん、お願いします。曲紹介どうぞ。私たちの好きなまたトワイスの曲です。聴いてください。はい、この曲で当たってる。よし、じゃあ将来の夢書いてください。どうぞ。誘いとかでも招待とかでもないし、 YouTube で見てる人が見えるよ。インスタグラムで見てる人、これ何分ぐらいですか？これも3分ぐらいですね。これも全部流しちゃいましょう。で、一番下に自分の名前も書いてくださいね。うん、漢字でもいいよ、ローマ字でもいいよ。英語でもいいよ。書ける？韓国語？韓国語？書けるの？すごい、すごい。何韓国語で書けるって練習したの？リちゃん書けるの？書けるは書けるけど、忘れた。へぇ、なんで誰かが教えるの？学校に、へぇ、スマホで調べて。へぇ、自分の名前を韓国語で書いたらどうなるかって。考えたことない。すごい、喋れるのじゃん。カムサムニラとか。あ、それとかは。おぉ、すごい。こんにちはは何？ありますよ。すごい、韓国がみんな勉強してるんだね。ちょっと感動、感激。すごい、今時すごい、今時ですね。すごい。タイゴさんいかがですか？韓国語でお名前が書けるそうですよ。すごい。はい、タイゴさんは将来の夢はジャニーズジュニアって。32歳で入れるんですかって。無理かな、キンプリに入りたいんじゃない本当は。キング&プリンセス。ああ、わかる、大好き。本当、大吾さんも大好きだよ。大好きとは言ってないか。大好きとは言ってないけど、多分キンプリ狙ってるかもしれない。もうジャニーズジュニア、年齢制限ないのかな。あ、いつも TWICE の曲が新しい曲とかじゃないとみんな聴くの？大好き、全然ないとか。へぇ、覚える。本当、そしたらもしかしてチョロベイベイじゃないけど韓国語でも歌えたりする。韓国語の方がいいの？言いやすい。あ、いや、難しいんだ。でもトワイスに2人ぐらい日本人がやるんだかった。3人なんですか？そうなんだ。大変失礼しました、勉強不足でした。この人たち多分じゃ韓国語も勉強していたんですね。台湾人もいるの？まもなく曲終わります。はい、ありがとうございます。マイクあげます。はい、本日はもう TWICE 祭りですね。あの3人が大好きな TWICE の曲ばっかりを流しておりますが、いかがですか皆さん。さて皆さん、お待たせしました。3人の将来の夢が固まったようです。発表していただきましょうか。ではまず白森瑠奈さんからいきましょう。どうぞ。将来の夢は何ですか？はい。
YouTuber になることです。 YouTuber になることです。すごい。はい、そして東野あゆみさん、何でしょう将来の夢。私も YouTuber になることです。 YouTuber YouTuber、 YouTuber と続きましたけれども、さあじゃあ岸本ルナさん、私も同じく YouTuber になりたいです。 YouTuber になりますか。3人で、さっき聞いたら3人だけじゃなくて何人でなるんだったっけ。7人です。これみんな女子。はい。え、どんなことしたいの YouTuber で。なんか踊り、巨大スライムを作ったり、いろいろなことに挑戦したいです。あ、作ることをなんか動画に載せるってこと。はい。スライムって作れるの。はい。あ、そうなんですね、知らなかった。さっきあの3人に将来の夢書いてくださいってことで、一番下に名前も書いてくださいねって言ったらね、あの漢字で書いていいんですか、ローマ字で書けますかって言ったら、なんだっけ、韓国語ハングル文字でね、あの ルナさんは書いてくれて、みんなさんもう今時の子供たちはもう全然韓国をね、あの近いものとしてね、歌ったり踊ったり、そしてちゃんと文字まで書けるって私感激しております。すごいなと思っておりますよ。まあね、この番組を通してですけれどもね、3人の夢が叶うように精一杯応援させていただきますので、頑張ってください。もう残りの夏休み完全燃焼、頑張ってよ、宿題もだよよろしくお願いします。さあ、じゃあ最後に3人に聞きましょう。今ありがとうって一番伝えたい人を考えてください。そして理由も考えてください。いい、頭に浮かんだ、いいですか。じゃあルナさんからいきましょう。はい、はい、3年生のルナさん、ありがとうって誰に伝えたい。はい、もう私がありがとうって一番伝えたい人はお父さんです。はい、お父さんの名前言ってごらん。何いる、お父さん。岸本翔吾です。はい、翔吾さん、ありがとうございます。ありがとうって言ってもう一回。ありがとう。うん、なんでですか、お父さんにありがとう言いたいな。男一つで私を育ててきてくれたからです。かっこいい。じゃあお父さん今日もありがとうって、またお家帰っても言ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてあゆみさん、どうぞ。私もお母さんとお父さんにです。うん、なんでですか、どうしてでしょう、理由は。お母さんは、私のお兄ちゃんとお姉ちゃんと離れてからも、ずっと私を頑張って育ててくれたからです。おお、なるほど。そしてお父さんは。お父さんは別々で福井県に離れて暮らしてるけど、いつも見守ってくれてるから。優しいんだね。はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあリルナさんは。お父さんとお母さんです。お父さんとお母さんにありがとうを言いたい。なんででしょうか、理由は。いつもご飯作ってくれたり、今まで育ててくれたから。そうか、じゃあ3人で揃ってありがとうございます。お父さんお母さんいつもせーの、ありがとうございます。素敵。もう多分ね、お父さんお母さんももう嬉しいさ、こんなに大きくなってちゃんとしっかりね、お話もできるってすごいなって多分言ってると思います。よかったです、ありがとうございます。さあ今日は夏休みもう残り少ないところですけれども、またあのお家に帰る前に学童さんにみんな3人戻ると思うんですけれども、学童は何をしてるところですか。みんな集まったらお勉強とかもするんですか。いろいろ教えてください。はい、宿題とかもできるの。はい、朝は何時から行くんですか。朝はだいたい8時とか7時くらい。そうか、7時ぐらいから、朝早くから行くんだね。早起きできる人。あら、みんな苦手。あ、大丈夫。あゆみさん何時ぐらいに起きるんですか、いつも。6時半。すごい、目覚まし時計もかけ、なんかなしで、ちゃんと目覚まし時計かけてなしで起きる、すごい。ルナさん、何、時々お母さんが起こしてくれる。なんだろう。じゃあルナさんは何時ごろ起きるの。私は7時ぐらい。7時ぐらい、はい、本当。ルナさん、あ、じゃあリルナさんは苦手。私も、あのお母さんが起こしてくれて7時ぐらいに起きました。本当、みんなでも早起きだぜ。私子供の時そんなに早く起ききれなかったよねえ、あの学校が近かったこともあるんですけども、ずっと寝れるだけ寝れたい、眠りたいなっていう小学生でした。たくさん寝てましたよ。早く寝ますか皆さんは。そっか。じゃあさっきね、もうトゥワイスが3曲も流れたんですけれども、トゥワイスみたいに3人もなってみたら、歌ったり踊ったり、将来、はい、YouTuber でもやってみたら、
楽しみにしてる人たちがほら見てごらん、全国にもいるみたいだよねえさあもう本当に将来が楽しみな3人ですけれども、そうだそうだ、今日ね、あの沖縄県の天気をまた伝えていただきたいと思うんですけども、ここでお天気ちょっと報告しましょうかね。沖縄県宜野湾市、今日のお天気なんですかね、何、どうぞせーの、何でもいいよ、はいどうぞ、晴れのち曇り、晴れのち曇り、今ねちょうどお日様も出ていい感じですよね。ちょっと朝だけはねザーって雨とか降ってたんですけれども、今お日様も出て曇りで涼しい風も吹いていました。いいお天気の沖縄県です。はい、本日のゲストは宜野湾市小学、宜野湾市の小学生仲良し3人組、城間りるなさん、東野あゆみさん、岸本るなさん、ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。はい、それでは皆様また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美希子でした。チャオチベディアモアラプロシマセティマナ、3人で4人でいきましょう、せーの、チャオ、バイバイ。 YouTuber はい、ありがとうございます。すごいな、みんなで YouTuber になるんだ。7人で YouTuber できるの？あ、みんなで作るからか。へー、考えたことなかったはい、ありがとうございました。じゃあマジックは自分、マジックと色紙は自分で持ってください。原稿ください。